こんにちは、学習塾ネスト福知山の小西雄吾です。今回は、中1国語の教科書大人になれなかった弟たちに後編です。前編の動画で、この文章のあらすじですね、こちら紹介していますので、まだこれ見てないよっていう人は先にそっちの動画を見て、でそれから、この動画を見るようにしてください。今回の動画では、この大人になれなかった弟たちに、ここで出てくる、主人公の僕、作者の、米倉さんの、過去の実体験でしたよね。で、僕がどういう思いだったのかとか、それからお母さんですね。お母さんがどういう思いだったのかっていうのを、話の中の、ある場面っていうのをこうピックアップして、そこでちょっと紹介をしていきたいと思います。よくテストに出てくるような場面でもありますから、今回紹介するところはしっかり確認をするようにしてください。はい、ではまず一つ一つ見ていきたいと思います。最初、最初があれですね、戦争が激化してて、空襲があったり、それから食料不足に困らされてたりと、そういう生活の環境の苦しさっていうのが語られていましたが、その中でも皆さんよく覚えていると思います。ミルク、お母さんのおっぱいが出なくなって、配給でもらうミルク缶、これが頼みの綱だったわけですよね。ヤギのミルクとか、お湯とかもあったんですけど、ひろゆきにとってはやっぱり、ミルクが必要なわけですから、配給でもらうそのミルクっていうのはすごい、ひろゆきはそれしか食べられないからというふうにお母さんも言っていました。でもそこで僕も同じようにミルク飲みたかったんですよね。食べ物が十分にない、しかも甘いものっていうのも全然なかった、そんな状況です。でミルクはよだれが出るほど飲みたいものだった。それはひろゆきもそうですし、僕だってそうだったわけです。だから最初僕は隠れてひろゆきの大切なミルクを盗み飲みしてしまいました。それも何回も、こう書かれてますよね。ここすごい印象的な場面だったと思います。まずじゃあこの場面に着目をして、この時のお母さんの気持ちとか僕の気持ちっていうのをちょっと整理していきたいと思います。まずお母さんは子供たちにご飯を分け与えるっていう立場でしたよね。で、どうしていたかというと、お母さんは僕たちに食べさせて自分はあまり食べませんでしたというふうに書いています。つまりご飯があってもそれを、全部じゃないけど子供たちにもできるだけ食べさせてあげたかった。だから自分は、最低限だけ食べて、もうあとは我慢して、でとにかく子供たちが食べれるようにもう減らしてしてたわけです。やっぱりこの時のお母さんっていうのは家族、子供たちを守りたかったっていう思いがある、それが強かったわけです。なんでじゃあお母さんがこんなに張り切ってやらないといけなかったのかっていうと、前回の動画でも説明したようにお父さんがいないんですよ。お父さんは戦争に行ってしまっている、だから家にいないってなったら、体の弱いおばあちゃんではなくお母さんが中心となって家族を支えてあげないといけない、そういう、プレッシャー、責任があったわけですね。だから自分はあまり食べない、代わりに子供たちに少しでも多く食べさせてあげたい、実際にそうやって食べ物をこう残していたわけです。でもそんな中で僕はあと僕もお腹すごい空いてたわけですよね。でもひろゆきにとってはこのミルクっていうのがすごい大切なものだっていうのは僕自身分かっていたわけです。僕にはそれがどんなに悪いことかよく分かっていたのです。でも僕は飲んでしまったのです。僕は弟が可愛くて可愛くて仕方がなかったのですが、それなのに飲んでしまいました。こういうふうに語られています。さっきも言ったようにミルク、僕にとってもすごい貴重なものなんですよね。めったに飲むことができないようなものでした。子供だった僕にとってミルクはすごく魅力的だった。だから飲むのを我慢することができなかったんです。皆さん想像できますか？もう弟のために残してあげればいいじゃないって思うかもしれないんですけど、でも自分めちゃくちゃ腹ペコなんですよ。もうご飯も十分に食べられていない、お母さんが残してはくれているけどそれでも足りない、そういう状況なんです。そんな中で
ミルクがこうポンと置いてあったら、たとえそれが弟の分だってちゃんと分かってても、どうしても自分で自分を止められないわけですね。だから飲むのを我慢することができなかった。誘惑に負けて何回も盗み飲みをしてしまう。そしてまあ後でもまた触れますが、僕はこのことをすごく後悔しているわけです。はい。ひろゆきが一番大切にしているというか、ひろゆきはそれしか食べられなかったわけですよね。つまりそれを盗み飲みするということは、ひろゆきの分がどん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 なくなってしまうということ。じゃあご飯を十分に満足に食べられない、まだ赤ちゃんだったひろゆきにとって、それってすごい重要な問題ですよね。ひろゆき死んでしまうかもしれません。ミルクがなくなってしまったせいで、それだって分かってるんです。だからこそ僕はこのことをすごくすごく後悔している。懺悔っていうとちょっと難しい言葉かもしれませんが、今こうやって、子供時代のことをエピソードとしてこう語っている作者の米倉さん、実はこうやって隠れてミルクを飲んでしまったんですっていう罪、自分の罪を告白してるわけですよね。それはひろゆきに対してごめんなさいっていう、申し訳ないかったっていう、そういう思いがそこにこうこもっている、謝りたいという気持ち、そういうのがこもっているんじゃないかと、まあ、私は思うわけですが、皆さんもどうでしょうか。まあ、少なからずそういう後悔の念っていうのはあったんじゃないかな。それがここの一連の文章には語られているのではないかと思います。まあ、この場面ね、しっかり確認をしておきましょう。はい、じゃあ次です。次、もうちょっと先の場面になりますが、僕はあんなに美しい顔を見たことはありません。この一文です。これじゃあどこで出てきたか覚えてますか。これは、家族全員で疎開、つまり、まあ、安全な場所に引っ越そうというふうになった時に、その疎開先の相談に親戚のもとに行くわけですよね。でもその親戚から一言、うちに食べ物はないって言って、もうピシャッと跳ねのけられるわけです。はい。まあ、前回の動画でも説明しましたが、まあ、この時、親戚は食べ物をもらいに来たんだこいつらはっていうふうに誤解をしてしまっていた、勘違いしてたわけです。まあ、なんて悪いやつかと思うかもしれませんが、この当時はみんな食べ物に困っていた。それぐらい食料不足、苦しんでいた。だからもうどこもかしこも心の余裕なんてないわけですよね。だからこそ、まあ、こういうふうにうちに食べ物はない、帰っていうふうな感じの態度を取ってしまったわけです。でもうちらは、僕の家族は別に食べ物をもらいに来たわけじゃなかったんですよね。疎開先の相談にしに行っただけです。でもこんなこと言われたから、お母さんは帰ろうって言って、もうそのまま引き返すわけです。でその時のお母さんの顔、これが僕にとってすごい印象に残っているわけですね。ちょっと本文見ましょうか。その時の顔を僕は今でも忘れません。強い顔でした。でも悲しい悲しい顔でした。僕はあんなに美しい顔を見たことはありません。僕たち子供を必死で守ってくれる母の顔は美しいです。僕はあの時のことを思うといつも胸がいっぱいになります。こういうふうに書かれています。ここではいろんな顔が語られますよね。強い顔、でも悲しい悲しい顔、それから子供を守る母親の顔とか、まあ、美しい顔っていうのも出てきます。じゃあこの顔をしていたお母さん、お母さんはどういう思いだったのかっていうのをまず確認しましょう。お母さんは、まあ、さっきも言いましたが、疎開先の相談に来ていたのにこんなひどい態度を取られたわけですよね。だから帰ろうって言って、もうそのまま引き返してしまうわけです。つまりもう相談する相手さえ頼りにできない、親戚ですよ、親戚なのにこんなひどい態度を取られるってなったら、もう誰も頼りにできない、そういうふうに感じてもおかしくないですよね。この時お母さんはもうお父さんもいないわけですから、自分しか家族を守れる人がいない、そういう責任に追われていたわけです。
だからこそもう誰も頼りにできない、こんな風に感じてしまうっていうのは悲しいですよね。やっぱりここにある悲しい悲しい顔っていうのはどういう意味で悲しいのかっていうと、もう頼りにできる人がいない、自分しかいないんだっていう、そういう現実を突きつけられたからなんじゃないかなと思います。一方でもう誰も頼りにできない、そう感じたと同時に自分が子供たちを守るしかない、まあ、そういう風になりますよね。もう誰も頼れないんだったら私がやるしかない、お母さんはこの時そう思ったわけです。その自分が子供たちを守るこの決意というか、この思いっていうのがこっち強い顔につながります。悲しいんです、突っぱねられてもう頼りにできないと分かって、でもそれは裏返すと自分が守るしかないんだっていう、そういう決意に変わるわけですよね。だからこそ強い顔でも悲しい顔、なんか正反対のように見えますが、これはまあ、母親のこういう気持ちがバックにあるからこそ出てきた顔なわけです。でここにもありますが、一生懸命生き抜く、生き抜いてやるぞというのは、そういう強い覚悟、覚悟がここには現れているんだと思ってください。一生懸命生き抜く、もうこれからは私が家族、子供たちを守るんだという、そういう覚悟がここには現れています。そして僕はその母親の顔を見てこう言ったわけですよね。あんなに美しい顔を見たことはありません。この美しい顔っていうのは、まあ、僕が母親の顔を見て感じたこと、母の強い気持ち、そして悲しみと覚悟、この3つ、これを感じ取って胸がいっぱいになったわけです。要するにこの覚悟っていうもの、これが僕にとってはこの美しいというふうに感じる、美しい母の強さっていうのを持った顔だった、まあ、そういうふうに感じていた。だからこそ僕は今でも忘れませんというふうに言っているわけです。はい、ということで、まあ、母の顔ね、これ、すごくよく出てくる場面だと思いますから、しっかり確認をしておきましょう。さあ、では最後もう一つ場面ちょっと見ていきたいと思います。まあ、今回取り上げない、場面でも皆さんの中で印象的に残った場面っていうのはあると思いますから、まあ、そこでじゃあ僕はどう思っていたんだろう、お母さんどう思っていたんだろうとか、まあ、そういう、自分なりの解釈、自分なりの考えっていうのも見つけておいてもらえたらと思います。はい、じゃあ最後に確認していくのはこの場面です。その時母は初めて泣きましたという場面、母が初めて泣いた場面どこでしたか。これはもう皆さん覚えてますよね。栄養失調で弟のひろゆきが死んでしまうんです。最初は病気になってしまう、病気になって、3里12キロぐらい離れた町の病院に入院する。で10日ぐらいは入院して頑張ってたんだけど、最終的には栄養失調で亡くなってしまう。そしてひろゆき、まあ、その亡くなった遺体を家に持ち帰るわけですね。で、農家の人が作ってくれた棺桶、棺に入れるんだけど入らなかった。でこの時にお母さんは大きくなっていたんだねっていうふうに言って、その時初めて母が泣くわけです。じゃあなんで初めてここで母は涙したのか、そして僕はその母の涙を見てどう思ったのか、これすごく重要な場面だと思いますから、しっかり確認をしましょう。まずこの母が初めて泣きましたの場面のちょっと前、ここもちょっと確認させてください。母が、まあ、病院から、ひろゆきの遺体を背負って家に帰る途中、歩いて帰っていったわけですね。でそこで言うわけです。ひろゆきは幸せだった、母と兄とお医者さん看護婦さんに看取られて死んだのだから。看取られる、看取るっていうのは、まあ、他にいろんな人がいて、まあ、病人の看病をする、
まあ、ないしその人が亡くなる際に、まあ、そばにいてあげることです。見取られるっていうのは弟ひろゆきくんはいろんな人が周りにいる中で亡くなったっていうことですね。でそれが幸せだったというふうに言っている。空襲の爆撃で死ねばみんなバラバラで死ぬからもっとかわいそうだった、こういうふうにお母さん言っています。ひろゆきは幸せだったというふうに母はお母さん言っているんですが、まあ、正直なところ実際には幸せではなかったんじゃないかなと思います。だって食べ物だって十分に与えられていない、そして病気で亡くなってしまう、しかもまだ多分2歳か3歳いってないぐらい、まだ本当に子供です。なのにこんな若くして死んでしまった。でもやっぱりお母さんとしては今まで必死にこうひろゆきを守ろうと思って、まあ、ご飯をあげたりとかいろんなところにご飯をもらいに着物を交換してもらって必死にやってきたわけです。それでも守りきれなかった、ひろゆきは死んでしまった、まあ、こんな時にひろゆきが不幸せな人生だったなんて思うのってすごく悲しいじゃないですか。でもやっぱり幸せな側面だっただってあったんだ、そういうふうに思いたいわけです。実際爆撃で死んでしまうってなったらもう遺体さえ残らない、もっと悲惨な死に方をしている人たちだっているわけですよね。それに比べたらひろゆきは幸せ者だった、それはもう一理あると思います。でもそう思わなければもうやりきれない、悔しくてたまらない、そういう思いがこの時のお母さんのセリフにはあったんじゃないかなと思うわけです、はい、お母さんさっきも言いましたね、家族を守るのは私しかいないんだ、私が守るしかない、まあ、そういう覚悟を持って今まで生活をしてきた、でもそれでも守りきれなかったひろゆきはまあ、病気の名前もなく栄養失調ということで亡くなってしまう。そんな守りきれなかったひろゆきを、まあ、ここで、棺に入れるわけですよね。でこの時初めて気づいたことが、ひろゆきが成長していたこと、要するにこの棺箱の中にこう入れるってなった時に入りきらなかったわけです、まあ、実際にはこうちょっと膝を曲げて入れてっていうふうに書いてはいますが、ひろゆきが入らなかったっていうことはつまりひろゆきの体が大きくなっていたっていうことですよね。つまり体が大きくなっていたっていうのは成長をしていたんだっていうことなんです。これは言い換えると ひろゆきはこんなちっちゃい中でも生きようとしていたわけです。必死に自分では何もできない、まだ赤ちゃんなんですから食べ物をもらうしかない、そんな中でも生きようとしていた、それが大きくなっていたっていうこの成長につながっている、それを死んでしまった後に気づくわけですね。お母さんその生きようとしていた姿っていうのを知ったお母さんは、まあ、いろんな思いを抱えていたと思います。まあ、無念の思いっていうのが大きかったんじゃないかな。まあ、それから今までこう責任に追われていたというのはありましたから、まあ、その緊張の糸がこう解けてそこで初めてこう悲しみに襲われた。それから、まあ、やっぱりもう自分の我が子のこう死んでしまった姿というのを見るのは絶対もうそれだけでも胸が痛いことだと思うんです。でそういういろんな思いというのが積み重なってこの思いというのをこらえきれなかった、だから初めて泣いたんです。それまでは我慢していた涙をここで初めて流す、まあ、この時のお母さんっていうのはもう本当に今まで抱えていたいろんな思いっていうのがまあこう爆発するというか、ここでもうこらえきれずに涙を流すということにつながるわけですね。でその思いっていうのを間近で見ていた僕はどういう思いだったんでしょうか。母が初めて泣いた、つまり僕にとっても母の涙を見るっていうのはここが初めてだったわけです。母が見せた初めての涙を見て何を思ったのか、まあこれもいろんな考え方があると思います、まあ、ここに載せているのがもしかしたら正解じゃないかもしれない、皆さんが思い描く僕の気持ちっていうのがあるかもしれませんが、まあ私の、まあ、一意見として紹介するならば、
まあ、母がこれまでたくさんの悲しみに耐えてきたんだっていうことをここで初めて知ったんじゃないかなって思います。だって今までにも辛いことっていっぱいあったと思うんですよ。ご飯も食べれないし、着物も売らなきゃいけないし、それからひろゆきがまあ死ぬ前に病気になってしまう、そして爆弾、毎日のように空襲に見舞われて、いつ死んでもおかしくないっていうような、そういう状況もう辛いですよね。そんな辛い中でもお母さんは今まで全然泣かなかった、涙を見せなかった。でもここで初めて涙を見せた。やっぱり今まで本当は泣きたかった時がいっぱいあったんじゃないか、たくさんの悲しみに耐えてきてたんだなっていうことを、まあ小学生ですよ、まだ僕小学生なんだけど、その時に初めて知る。そして弟の死を他の誰よりも悲しんでいた。お母さんが弟が死んでしまったこと、ひろゆきが死んでしまったことを誰よりも悲しんでいるっていうことにここで気づかされるわけです。そしてまあ、ここには書いてませんが、やっぱり戦争っていうのは絶対に起こしちゃいけないことだ、こんな悲劇を二度と生んじゃダメだ、そういう今の、まあ、作者の思いに その体験がつながっていくんだと思ってください。はい、まあ、やっぱり弟の死は忘れませんと最後に書いてありますよね。やっぱりそれぐらいここの場面で僕が感じたこと、弟の死、それから母が見せた涙っていうのは僕の心にすごく刻み つけられている、そういうことなんだと思います。だからこそしっかり、まあ、確認をしてほしい場面だなというふうに思いますので、また見ておいてください。はい、では注目する場面については以上なんですけど、最後にもう少しだけちょっと見ておきたいものがあります。というのも今回の話のタイトルですね、タイトル皆さん不思議に思いませんでしたか？大人になれなかった弟カチニとあります。これどういう意味か分かる？大人になれなかった、これは分かりますよね。まあこれはひろゆきくんのように大人になる前にこうやって戦争の被害によって死んでしまった、そういうことです。だから大人に本当はなりたかっただろうになれなかった、そういう弟の存在がそこにあって、ただタチニとあります。前半の動画で確認したように、僕の家族構成というのは、まあ、妹がいて、それから弟のひろゆきくんがいてです。で、妹はこの時まだ生きてますが、弟は僕にとっては一人だけなんですよね。でもここではタチというふうに弟たち複数いるような形で書かれている。これじゃあなんで弟たちってしてあるんでしょうか？それからもう一個、弟の名前ひろゆきくんというふうに書いてましたね。でもこのひろゆきくんという表記なんですけど、なぜかカタカナで表記されています。なんでじゃあひろゆきっていう名前、漢字とかではなくカタカナで書いているんでしょうか？その理由って一体何なのか、これは皆さんも自分自身でちょっと考えてみてください。まあ答えのうちの一つというか、まあ、こういう考え方もあるよっていうのをここでは紹介しますが、まあ、それだけじゃないと思います。まあ、学校のもしかしたらグループワークとかで、皆さん自身に考えてもらうっていう機会があるかもしれませんので、まあ、自分で何かしらちょっと考えてみましょう。で、まあ、その参考というか、まあ、参考になるかなっていうぐらいで、今から紹介するのを見てもらえたらと思います。まずこのタイトル弟たちっていうのはひろゆき以外にもいるっていうふうなことを、まあ、この複数形のたちを使って表しているわけですよね。もちろん僕からすれば弟はひろゆきの一人だけです。でも同じような境遇にいた子供が他にもいっぱいいるはずですよね。栄養失調で死んでしまった、大人になれなかった、そういう境遇の子供たちはひろゆきだけじゃなかったはずです。実際戦争によってものすごい多くの人たちが亡くなっているわけですね。戦没者っていうのは、まあ、約310万人、まあ、ネットで見たらそんな感じだったんですけど、まあ、これは兵士とかも含めての数です。実際にはちょっと分かりません。でその半数以上が栄養失調ないし餓死とかで亡くなった人だというふうに言われています。で、まあ、大人とかも含まれていますが子供
で栄養失調で餓死で死んでしまった、そういう人たちもいるはずです。それがこの弟たちという言葉で表されているわけです。さらにこのひろゆきというカタカナ表記、実際にはまあなんか漢字か何かで名前が付けられていたんだと思います。そういうふうに名前を漢字にしてあげると、まあ、ある程度こうその人を特定することができますよね。でも筆者はあえてそういうことをしていない、カタカナで書いている。カタカナにすると、まあ、ひろゆきという名前の人、もしかしたら他にもいっぱいいたかもしれません。同じ時代に、まあ、ひろゆきっていう名前の子がいっぱいいたかもしれない。そういう同じ呼び名の人っていうのを全て指すことができるわけですね。こういう境遇にいたひろゆきっていうのは一人だけじゃなかった。だからそれら全員をこう束ねる形で、まあ、あえてこうひろゆきっていうぼやかした書き方をしているわけです。この2つっていうのは、まあ、意図は共通しているんじゃないかなと思います。まあ、それが答えってわけじゃないんだけど、まあ、ここで弟たちっていうのが使われている理由、そしてひろゆきがカタカナである理由、それは戦争で犠牲になった多くの子どもたち、ここで亡くなってしまった大人になれなかったいろんな子どもたちっていうのを こういった表記によって思い起こさせる、つまり私たちに感じさせる、そういう役割があるんじゃないかなと思います。はい、このひろゆきだけが被害を被ったわけじゃない、この家族だけが苦しい思いをしていたわけじゃない、実際にもっとたくさんの人が亡くなっている、実際にもっとたくさんの人がこういう苦しい生活を余儀なくされていた、そういう事実があったんだということを読んでいる人に感じてほしい、だからこういうカタカナ表記であったり弟たちっていう題名だったり、まあ、そういうのを使っていたんじゃないかなと思います。それから、カタカナ表記の話でいくと、本文の中で広島、長崎っていう地名がここでカタカナで書かれていますよね。まあ、皆さんだったら、広島、長崎、まあ、漢字あるってこと自体はまあ知ってるとは思うんですけど、これもカタカナで書かれています。これも、まあ、なぜそういうふうにしてあるのかっていうのはいろんな説がありますが、まあ、例えばその原子爆弾の悲劇っていうのは広島や長崎だけじゃない、悲劇はどこでも起こり得るんだというそういう警告なのではないかとか、あるいは、まあ、この原爆が今までに落とされたっていう地域っていうのは、まあ、この広島長崎世界でも有名です。で、世界でも有名な理由として、まあ、この、まあ、世界に語られる時にはこの広島長崎っていうのはこうカタカナで書かれる、まあ、ニュースとかでもそういうふうに書かれるのを、まあ、見たことある人もいるかもしれません。まあ、そういうふうに、世界を発信するっていう、まあ、そういった理由もあるんじゃないかなと思います。これは、まあ、定かではないですが、まあ、ここの意図も含めてね、自分なりの考えがあると思いますから、そこは自分でしっかり、確認をしてもらえたらと思います。はい、ということで今回は、まあ、テストに出そうな部分のポイント紹介ということで、まあ、いろんな場面を振り返っていきました。ただここで紹介したことが全てではありません。実際に皆さんも戦争って昔どうだったのかとか、まあ、この資料では分からない部分とか、あと想像の余地がある部分っていうのがたくさんあると思いますから、自分なりにこうちょっと考える時間を持ってほしいなと思います。そして、この物語を通して私たちに伝えたかったこと、筆者が私たちに知ってほしかったことっていうのは一体何なのか、まあ、そういうことについてもね、深く考えて、まあ、その考えた上でね、もう一度この話しっかり味わってもらえたらなと思います。はい、ということで今回の動画としては以上にしたいと思います。ありがとうございました。